なんだ、まだやってたのか。まあな、敵はいつ来るとも限らない。タルタロスの外まで見張ろうなんて、そう簡単にできるものか。本音を言えば力不足だな。私のペンテシレアでは情報収集はこの辺りが限界かもしれない。しかしペルソナの力というのは想像していたよりだいぶ幅広いものらしい。何しろ次々とペルソナを変えながら戦えるものまで現れたくらいだ。彼の能力には特別なものを感じる。まだ覚醒して間もないというのにな。確かにあんな奴が現れるとは驚きだ。しかしペルソナを使うのは俺たち自身、それを活かせるかはあいつ次第だな。これはシャドウの反応。何？本当に見つけたのか。でも待て、反応が奇妙だ。大きすぎる。こんな敵は今まで。まさか先月出たのと同じでかいやつか。間違いないだろう。そうか、思いがけず楽しめそうじゃないか。他の3人を起こすぞ。ああ。お待たせしました。なんすか、敵っすか。タルタロスの外でシャドウの反応が見つかった。詳しい状況はわからないが、先月出たような大物の可能性が高い。外に出た敵は仕留め逃すわけにはいかない。影時間は大半の者にとってないものだ。そこで街を壊されたりすれば矛盾が残る。それだけは絶対に避けたい。ま、要は倒しゃいいんでしょ。やってやるっすよ。またあんたは。秋彦はここで理事長を待て。冗談じゃない、俺も出る。まずは体を治す方が先だ。足手まといになる。なんだと。彼らだって戦えるさ。少なくとも今のお前よりはな。秋彦、もっと彼らを信用してやれ。みんなもう自制をこなしてるんだ。くそ、任せてください。俺マジやりますから。仕方ないな、現場の指揮を頼む。やっぱこいつかよ。頼むぞ、できるな。期待してるぞ。つーか、なんかお前このままリーダーが定位置になりそうだよな。ま、別にいいけど。なら3人は先行して出発だ。ミツルは準備がいるんだろ。あ、駅前で落ち合おう。了解です。じゃ、行きますか。かな。すぐ来んだろ。今夜は満月か。なんか影時間に見ると不気味ね。あ、なんだ。遅れてすまない。バイク。いいか、要点だけ言うぞ。情報のバックアップを今日はここから行う。君らの勝手はこれまで通りだ。シャドウの位置は駅から少し行ったあたりにある列車の内部。そこまでは線路上を歩くことになる。え、
線路歩くってそれ危険なんじゃ。心配ない、影時間には機械は止まる。無論列車もだ、動くはずはない。いや、でもそのバイク。これは特別製だ。それに状況に変化があったら私が逐一伝える。よし、では作戦開始だ。はい。うっす、行ってくるっす。これだよね。3人とも聞こえるか？あ、はい、大丈夫です。今着いたんですけど、パッと見じゃ特に。敵の反応は間違いなくその列車からだ。3人とも離れすぎないように注意して侵入してくれ。わかりました。ヘヘ腕が鳴るぜ、つーかペルソナが鳴るぜ。じゃあ乗り込みますか。覗かないでよ。へいへい、覗かねっつの。てか見えたらしょうがねえよ。順平、ここに埋めていこうか。これ人間つか乗客だよな。あ、どうした、何があった？それが閉じ込められたみたいで。シャドウの仕業だな。確実に君らに気づいているということだ。何が来るかわからない。より一層注意して進んでくれ。了解です。お前の意見なんかいらねえよ。あんなの俺らで倒せんじゃん。てか俺一人だってやれるっつの。これ純平、危ない、後ろだ。敵2体を捕捉。了解、分析してみる。少し時間がかかる。火炎が弱点。当たって、敵が敵を撃破。やった、楽勝楽勝。ったく、早速敵のペースじゃん。こうなっては仕方ない。とにかく君らも匂いを追ってくれ。このままではカッコ撃破の的だ。もう純平のやつ、自分からはぐれてどうすんの。反応では何秒か先へ行ってるだけだ。わかりました、すぐに。って、邪魔だってのも。
敵3体。油断するな。了解。分析してみる。少し時間がかかるぞ。よし、いい攻撃。もう一丁。さらに敵を撃破。残りは1体だ。弱点が複数。敵はあと1体だ。よし、イオリが心配だ。先を急ごう。油断するな。了解。分析してみる。少し時間がかかるぞ。よし、いい攻撃。もう一丁。さらに敵を撃破。残りは1体だ。敵はあと1体だ。火炎が弱点のようだな。一気に畳みかけ。ご苦労だった。次も頼むぞ。言わんこっちゃない。一人で勝手するからよ、もう。で、大丈夫？大丈夫に決まってんだろ。つが、別に助けなんか。ちょっとあんたね。おい、気をつけろ。敵の動きが急に静まった。警戒を怠るな。わっ、なんだよ、動かねえんじゃなかったのかよ。どうやら列車全体がシャドウに支配されてるらしいな。らしいって、ちょっと大丈夫なんですか？おい、やばくね。まずい。このままスピードが落ちないと数分で一つ前の列車に追突する。追突？何なんですかそれ。いいか、落ち着いて聞くんだ。さっきから先頭車両に強い反応を感じる。多分それが本体だ。行って倒し、列車を止めるんだ。くそ、何のアトラクションだよ、ったく。油断するな。あと1体だよ。うし、さすが俺、やったぜ俺。
いた。うわ、すっげえことになってんな。こいつが本体。隙はもうないし、こいつで間違いないよ。急ぐんだ。これだけの大物は初めてだ。焦らず進。了解。分析してみる。少し時間がかかるぞ。当たって。光が効かないようだ。何だか小賢しい。敵の体勢が崩れた。まだ行けるぞ。よし、体勢を崩した。追い打ちチャンスだ。了解。分析してみる。少し時間がかかるぞ。ルトナー。よし、敵は弱ってきている。その調子だ。氷結が弱点か。もう回復したのか。よし、やったね。やっ、許さない。敵はだいぶ消耗している。あと一歩だ。ついたぞ。ナイス。許さない。当たって。よっ。イオリはまだペルソナが使えない。注意しろ。おい、止まんねえじゃんか。そっか、ブレーキかかんないとすぐには。おい、どうした。前の列車はすぐそこだぞ。あー、こんなもんの運転なんて分かっかよ。止まった？
止まってるみたい。おい、怪我はないか？一応大丈夫です。やば、私膝洗ってる。ああ、もうめちゃめちゃ嫌な汗かいたっつーの。無事らしいな。今回はバックアップが至らなかった。すまない、私の力不足だ。シャドウの反応はもうない。よくやってくれた。安心して戻ってくれ。てかブレーキよくわかったね。また助けてもらっちゃった。ありがとう。あ、いや、もう何でも。つか帰りなんか食ってかね。安心したら腹減っちったよ。俺だ。こちら現場だ。たった今すべて片付いた。モノレールにも目立った被害はない。ご苦労様、キリジョー君。いや、列車を乗っ取られたと聞いた時は正直どうなるかと思ったけど上出来だよ。これなら明日の朝刊に変な大見出しが出るようなことはなくて済むね。彼らがよくやってくれました。短期間で驚くほど成長しています。しかしシャドウの様子、ただごとじゃないですね。モノレールを乗っ取るなんて調子に乗りすぎてる。こちらでも調べてるよ。ついに始まったということなんでしょうか。まだ早計には言えないけどね。とにかくまずは現れるきっかけを突き止めないことにはね。いつもこんな土壇場までわからないのはどうにもまずい。私にもっと力があればみんなの負担を軽くできるんですが。気にしなくていいさ。君はよくやってくれてる。そんなことよりね、真田君さ、なんか飲み物を持ってない？はあ？というか行月さん、今日なんだか疲れてませんか？まさか表に止めてあった自転車、明日、いや明後日あたり筋肉痛かな。こりゃ Thank you.